はい、正直このフリースローの確率で、このターンオーバーアシストターンオーバーレーションのこれでよくまあ勝てたなっていうところですね。はい、まあその要因としてはもうディフェンスとリバウンドだったと思いますし、やっぱり、ね、昔からバスケットよく言われてるその応援セルザチケット、ディフェンスウィンザゲーム、リバウンドウィンザチャンピオンシップっていうぐらいで、やっぱりリバウンドをちゃんとさ、ね、最後まで取れるかっていうところで、最後やっぱり勝負どころで自分たちはリバウンド制してたっていうところがやっぱりこの、まあ、一番大きい勝因になったんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、オフェンスはやっぱお互いに、ね、もうフィジカルゲームで、ね、お互いあまりそのボールプレッシャーのところもならないし、ね、スクリーンもかなりフィジカルになってるし、でお互いにやることも分かってて、3戦目なんでやること分かっててもう消し合いですよね。消し合いになって、で結局まあ1の1とか2の2のゲームの中で、それでもまあそのオフェンスが良くなかったとしても、それでもやっぱりディフェンスでこう気持ち切らさずにリバウンドまで頑張ったところっていうところが、やっぱりもう何でも言ってすみませんけども、そこでそこが自分たちの勝因だったなというふうに思いますし、まあここに来て、まあ、3ビッグでな、ね、何でやるのかっていうところの問題はあるとは思うんですけど、とはいえ3ビッグの時に今日はやっぱりリバウンドそこで制してたと思うんで、まあそこのところで、まあ、今日はリバウンド勝負だと思って、まあ、ジャック、ね、出したかったんですけど、それでも今日はリバウンド勝負したかったんで、はい、3ビッグで最後完結しました。はい、以上です。はい、それでは、ご質問をお受けいたします。多くなっておりますので、お一人一問でお願いいたします。最初に新田です。勝利おめでとうございます。フリーランスの新田と申します。まずそのディフェンスのところについてでいうと、小野寺選手が、3つのスティールということで、はい、どうしてもこうオフェンスの軸がこう決まりきらない時間にディフェンスでポンポンとこう早い展開にして、さあもう一丁というふうにやったように思います。はい、その時間帯であるとか、小野選手自身へのこう、コメントをいただければと思います。そうですね、まあ、最後ちょっと詰められた時にショートがいたから、プラマイがこれ、ゼロになってるんですけど、試合中、プラマイ一番良かったのはショートだったん でもうそこをディフェンスの小野寺を信じてやって、やっぱりその結果自分たちがイニシアチブ取れてたんで、まあオフェンスしんどかったですよね。ハンドラーがやっぱりね、そこ使えないんでしんどかったですけど、それでも、ね、つなぎ役としては最高のつなぎ、してくれたと思いますし、あそこ、翔太がドライブして何か起きたんですよね。ちょっと忘れたんですけど、おいいドライブしたなっていうのが、はい、やっぱり あったりしてたんで、まあドリブルはできないんですけどね、彼はドライブはできるんで、レスドリブルの中でのまあいいアタックはしてくれたんじゃないかなというふうに思います。ただやっぱりね、彼はやっぱり前からのプレッシャーもうそこなんで、まあ、それに対ね、そこがやっぱり今日40分ね、結構できたなっていうふうに思ってるんで、まあ小野寺出てる時は ほとんどそこでいいプレッシャーかけれてたんで、エントリーも遅くなりましたし、結局まあこういう展開になったのは最初の小野寺のディフェンスがあったからだと思ってます。はい、以上です。ありがとうございます。何よろしいでしょうか。お疲れ様でした、津村上です。今 そのリバウンドの話のところで、1戦目2戦目比べてやっぱりピックに対してピックのズレがあんまり起きてなかったでしょう、ね、だからリバウンドが取りやすかったのかなと思ったんですけど、何かその修正をしたんですか。修正というか、まあ、オーバーコミットしないっていうところですよね。まあ、これはもうずっと言ってて、で結局その、まあ、相手のビッグマンのところが結局そのやっぱりパーセンテージ高いわけですよ。で彼そのハンドラーのところのジャンパーやったら、まあ、2点で 40% ぐらいしかなくて、ただやっぱりそこオーバーコミットして落とされてしまうと、やっぱり60から70でやっぱり東京さん決める力があるんで、まあそこで そこのパーセンテージを考えて、もうビッグマンが早めに変える、そのハンドラーよりも先にこれはい
大丈夫ですか。いいですよね、すみません。これなくてもいいですか。そう、ビッグマンが早く帰るっていうね、そのダイバーのところに帰るっていうのは、はい、あのこう3試合通して、まあ、どんどん良くなっていったと思うんで、まあ、そこの部分で、はい、あのまあ、こういう展開にはできたかなというふうに思いますし、まあ、最後ね、ライアンがフロータ打ったんですけどね、あれもやっぱり60、70のパーセンテージよりやっぱ確率は低いんで、あそこでオーバーコミットポンとしてしまって落とされてそこに持っていかれたら、やっぱりそれこそ 60% だ、ね、もしくはファールになっちゃうんで、まあ、そこの部分であのビッグマンがいいアジャストできたなというふうに思いますし、一番もアレックスですね。アレックスがやっぱりディフェンス良くなったんですよ。1戦目一番アレックスがやられてて、で2戦目良くなって、で3戦目ほぼ完璧にあのそこのディフェンスやってくれたんで、まあ、その試合通して彼のそのディフェンスの守り方、ピックの守り方が成長していったっていうところはチームプラスになったと思います。他にご質問。ラブルー大島です。お疲れ様でした。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。3戦戦ったということで、はい、今日の試合だけじゃなくて全体としてのこのローテーションがかなり大きな部分を占めたのかなと。というのも、はい、ゲーム2ダーラム選手 あのロシタ選手のポストアップがだいぶ減ってゲームアップで、はい、でただゲーム3では強制のアウトミダーラム選手の、はい、まあ、おかげでいいオフェンスを展開して、はい、さらにそのダーラム選手で引っ張った後にロー選手で仕留めたというような、うん、その3戦の戦い方についてちょっと振り返っていきます。はい、そうですね、2戦目やっぱり終わって結局ペイントタッチの数も少なかったんですよね、オフェンスで。でやっぱりピックでハードショーに出たりされてたんで、まあ、ある程度やっぱりポスト行ってペイントタッチしないといけないっていうのがあったんで、まあ、今日ちょっとペイントタッチするためにポストを多めにして、もちろんその何ですかね、ワンオンワンもやっていいし、でもグレネードって言ってハンドオフ上にハンドオフしてっていうのもやりながらペイントタッチしていこうって話をしてて、でまあそこはアジャストメントとしては良かったなというふうに思いますし、まああとはやっぱりダーラムのフィニッシュあれでやっぱり相手で結構きつい時間帯もあったと思いますし、ファールもやっぱり混んだと思うんで、まあやっぱりそこの部分はこう、まあ、こっち側がねプランした通りに彼らが遂行してくれたなっていう、それが良かったなっていう。ただやっぱりビッグに関しては前半ね2回ファールしてやっぱりかなり我慢の展開で本人もフラストレーション溜まってたんですよね。まあでもそのフラストレーションをシーズン通して何にぶつけるかっていう話でやっぱ相手にぶつけないといけないっていうので、まあその結局コートの中で相手にぶつけるっていうのをまあ後半やってくれたかなというふうに思いますし、まあ一番はやっぱ彼がいたことでディフェンスとリバウンドなんですよね結局。まあオフェンスで最後仕留めてくれたんですけど、とはいえやっぱりディフェンスとリバウンドのところで、リバウンドですよね、やっぱりあそこでやっぱり彼がその自分たちがやっぱり2ビッグの時に取れないリバウンド、彼がやっぱり上から飛んで後ろから飛んで取ってくれるんで、まあそこの部分でこうチームに貢献してくれたなというふうに思いますし、 3B ができて、うんね、アレックスが効かしてなかったらこれできなかったんで、まあ、そういったところもその最終的に僕たちにこう何ですかね、風が吹いてきたかなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後に、はい、お願いします。すいません。バスケットカウントの数字です。よろしくお願いします。まあ、今日はそれこそ、まあ、沖田ヘッドコーチの、まあ、やりたいという言い方おかしいかもしれないですけど、我慢強く戦って最後貫いて勝ち切ったと思うんですけれども、ちょっと試合から始まって、かつ申し訳ないですけど、昨日例えば盟友の安西さんも同じようなタフな試合勝ち切って昇格決めましたけど、やっぱりそこら辺はかなり刺激になったというか、そういう影響はあったんでしょうか。めちゃくちゃです。今日試合前にも奥さん今日ちゃんと決めてくださいねって連絡来て、で僕は先に行ってるんでっていう、もうそれでまあ僕もやらんとあかんなっていうのはやっぱり火はつね、心にこう火はつきましたし、やっぱりねお互いにこのなんていうんですかね、こう勇気をもらえてるっていうか、やっぱりねこうなんていうかね、ヘッドコーチってやっぱりやっぱねこう本音とか喋りにくいじゃないですか、そのチームメイトとか
コーチ陣スタッフ陣にも本当の本音っていうのはでもコーチ陣同士ヘッドコーチ同士では分かることっていうのは結構いっぱいある中でやっぱりあの龍蔵に関してはもう そういうのも踏まえていろいろこう察しながら、まあ、次勝てますよというふうには言ってくれて、まあ、それはもうすごく自分にとって勇気もらいましたし、はい、龍蔵がああやってねスーパーアクセントをかましてくれたんで、まあ、僕らもやるしかないなって思って、はい、勇気もらいましたし あとは3ビッグっていうか彼らもあのゲイリーとアイザック一緒に使ったりしてて、あこれレギュラーシーズン中やってへんことこの人するんやってやっぱりそういうチャレンジングなところがすごい僕はあのあすごいなって思って今日日頃ゾーンとか使わないんですけどねあの2-2-1から2-3使ったりっていうのはまあやっぱりそういうところも踏まえて彼のこの何ていうんですかしたたかさとかチャレンジングな気持ちとかっていうのはすごい僕に乗り移ったかなっていうふうに思います。